J リーグクラブ初、クラブ公式ふるさと納税ポータルサイト、ゆなさと納税。鹿児島県内を中心とした自治体や寄付ができ、返礼品はお肉、海鮮、フルーツに焼酎まで多数取り揃え。サイトのご利用で自治体への寄付はもとより、クラブ活動資金の支援にもつながります。またスタグル、グッズで使える割引券の返礼品も登場。詳しくは場外営業ブース内、ゆなさと納税案内所まで。本当であればですね、ここにあの匠くんがいて一緒に、田中精肉店さんへってところだったんですけど、ちょっといろいろありまして、僕がレポート的な感じで田中精肉店さんに、匠くんの分までちゃんとお店を紹介できるように頑張っていきたいと思います。ただ僕一人じゃ不安なので、この方にも来ていただきました。よろしくお願いします。じゃあ自己紹介をお願いします。南大隅町役の企画観光課の岩倉と言います。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。岩倉さん、もう間違いないです。僕ともほぼ同級生みたいな感じなんで、38歳コンビで。じゃあ早速田中精肉店さんへ。はい、はい、よろしくお願いします。どうなんですか、地元じゃないですか。はい、イベントなんかで出店をしてくださって。この南大隅のイベントとかで返礼品でもあるコロッケとか唐揚げとか、そうですね、そういったものが販売してます。あ、なるほど。こんにちは。すいません、お母さん。はい、何でしょうか。お母さんに聞きたいことがあるんですけど、いいですか。はい、どうぞ。この、はい、いろんなお肉とか商品があると思うんですけど、はい、一番のおすすめって何ですか。今しょうさいですね。これは唐揚げ。はい、コロッケ。コロッケ。コロッケ結構一口サイズなんですね。そうですね、食べやすいサイズ。コロッケと唐揚げと餃子。餃子。売り切れました。いや、餃子はもうあの冷凍冷蔵に入れないと外に置けないんです。ありがとうございます。ここって何年ぐらいなんですかね。65、6年。65、6年。はい、私が23の時にお店に来たから、65年ですね。65年。88。はい、めちゃくちゃお元気ですね。これをね、あの今日は僕がいただくっていうよりは匠くん、はい、はい、本当はね、食べてみてください。はい、どうぞ。いいですかね、いただいて。いいですか、お母さん。一押しのコロッケ。すいません、これ重量感すごいですね、お母さん。60円だって、はい、安い。いただきます。どうぞ食べてください。ほら、どうぞ食べてください。はい、うん、やるよ、おすみのソウルフード。あ、おいしい。おいしいですね。ね、あったかい。これシンプルで、中ってだってジャガイモとひき肉、ジャガイモとひき肉と塩コショウで味付けでしょ。そうです。うわ、素材そのものの味を生かした。うわ、美味しい。これありがとうございます、うん、めちゃくちゃ美味しいですね。これはみんな買いに来るわ。でも何も言わずに岩倉さん食べ終わりましたからね。ほら、それぐらい美味しさ溢れ出す。もうソウルフードだから。あれ、いつの間にか。じゃあ唐揚げ、すいませんね、手で申し訳ないですけど、いただきます。あ、いい香りがする。いただきます。うん、染み込んでる味が。やっぱり一回して込みますから、ね、やっぱり、はい、それでないと、うん、味が染み込む。おいしい。噛め
めば噛むほどこう漬け込まれたタレが染み出してくる。うわこれはソウルフードだわ。経営としてはどういう感じでこう経営されてきてるんですか。私は主人で始めて、始めて、はい、手が足りなくなった時に娘が家政をして、そしてもう私が引退をしましたから。あ、もう引退したんですか。はい、遊びには来ますけど引退しましたから。はいはいはい、娘と息子と子供たちが2人。じゃあもう孫、お孫さん、はい、すいません作業中に。あ、じゃもう完全にご家族で経営されてらっしゃる。はい、そうです。絵に描いたようなねえ素敵なお店ですね。だからこの優しい味が出せるんじゃないですか。そうですかね。稲里の全部返礼品でもこの唐揚げとコロッケと餃子がね出てるということなんで、もうお母さんの笑顔を見たらね全てが物語ってますよ。ありがとうございます、はい、すいません、お時間が忙しいところ。ありがとうございます。引退されたお母さんに会えるのはレアですからね、今日はレアな日でした。ありがとうございました。お母さん手がよくなりますよ。ありがとうございます。曇りいっぱいもありがとうございます。またよろしくお願いします。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。さあということで着きましたね、道の駅ねじめ。これ地元の人もなんか立ち寄ったりもするって聞きましたけど。そうですね、レストランもありますし。ですよね、はい、ここはレストランで、ちょっと中のところにバンガローもあ、バンガローもあるし、目の前が海水浴場に、あ、そこ泳げるんですね、はい、なってますので。うわー最高じゃないですか。あ、じゃあ泳ぎに来て休憩しながらご飯食べたり。自由稼働しているのは夢ぐらい。あ、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 なるほど。まだ新しい。全部気で作ったって開放感あふれて。こんにちは、すいません、忙しいところ自己紹介してもらっていいですか。駅長です。駅長、おー、辻さん、よろしくお願いします。ここの一押しといえば何ですか。ビワチャソフトね。ビワチャソフト聞いたことあるんですけど、実際飲んだこととか美容お茶にってイメージがわかないですよね。毎日飲んでるんですか。おお、なんと飲むんですね。子供たちも水筒に入れて。これ南おすすめあるあるじゃないですか。いや、まあ、そうかもしれない。ビワ茶自体が返礼品に入ってるんですね。これなんか返礼、あ、あるじゃないですか。すごい。あ、たくみくんにも見せてあげたかったけど。え、これはビワ茶の鉄火大大。鉄、あ、鉄火大大と単管の、あ、これは返礼品じゃ。今後登場。あ、なるんですか。はい、すごい。今後返礼品になりますよっていう。あとはビワ茶ってあるんですか。これビワ茶ボトル缶。あ、これはボトル缶。飲みやすいよ。あ、返礼品のビワ茶ってどういうあれで届くとかわかりますか。このボトル缶。ボトル缶のセットもあるんですか。はい、一ケースで。へえー。普段飲まれる方はなんかパック。あ、パックあるんですか。すいません、視野が狭くて。あ、これ、はい、これ全部ここ、はい、ビワチャ全部。こ, あこれもじゃないですか。じゃあ、また大きくなってお得用のティーバッグ。すごい、120本、200、300が一番少ないじゃないですか。売れてるってことですか。これ、なんですか、地元の人が買いに来る人もいるんですか。あれやっぱあれですか、子供たちの水筒に入れるぐらいだから。それぐらい地元にも愛されてるんです、はい、ビワチャでもあり、南大隅を代表する返礼品でも入ってるから。これがまさに返礼品で送られてくるって感じですか。金額によって、はい、ぜひ皆さんに飲んでいただきたい。 ありがとうございます。であと一個ちょっと気になったところがあって、冷凍のところなんですけど、さっきちょっと田中千陸店さん、地元で有名な、さっき餃子がなかったんですよ。そしたらここにまさかの田中千陸店さんの餃子って書いてあって、やっぱソウルフードなんですね。サタの手作り餃子。え、これどんな味ですか。ニンニクたっぷり。あ、やっぱり一緒のこと言ってる。母ちゃんの懐かしコロッケ。ニンニクたっぷり手作り餃子。ニンニクの匂いすると思います。もうここ開けて入ればなった。お、すごい。お、そんだけ入ってるんですね。ありがとうございます。で、気になったのが、え、何これ。化粧品食いて。化粧品も売ってるんですか。これは廃校を、あ、廃校とかなんかやった学校は工場にして作っている化粧品が、はい、すごい。これも返礼品で。あ、そうなんですか。これも
二段目の趣味すごいですね。男性どちらかというと食べて嬉しい、女性はやっぱりこう美容で、美和ちゃんもね、美容にもいいですし、男性にも女性にも子供から大人まで皆さんが楽しんでいただける返礼品を用意してると。ここに匠くんがいないのがね、何より残念ですけど、匠くんがいたらもう全部味わってもらおうと思ったんですけど。じゃあすいません、ありがとうございました。本当に素晴らしいところ。はい、ということで、いや匠さん、お疲れ様でした。お疲れ様です。ここから合流ということで、すごい熱い握手を交わしました、ね。はい、ここは南端市場。南端市場、はい、地元の人も来るような。そうですね、新鮮な野菜とか。神田来たことあります？いや、来たことないです。ない。ここで有名なものといえば何でもあります。何でもあります。よろしくお願いします。お願いします。一応選手を通じて南端市場はどういう場所で、どういう場所か。はいはい、まずその名称は最南端と南端から今度から2012年4月にここをオープンしまして、今は丸9年、13年目に突入。ここまで来たコンセプトが、やはり町の農産物であったり、加工品とか、特産品を紹介する店という、まあ、あれだったんですけど、ちょっと別にですね、南の印象は、鹿児島県警のトップクラスの高齢化率ナンバーワンです。年配の方がすごく多い。皆さんよく家庭菜園をされてます。家庭菜園をしてるだけじゃもったいない。もしかしたら、これ実産化に出したら、これがお金になる。高齢者の方は、それだけ生きがいを感じる。そこをちゃんと考えた上で、物産化にしようということで、オープンしました。あ、なるほど。今日ね、ゆなさとはまさだということで、返礼品が何やら置いているということを聞いたんで、ぜひご紹介ください。一番人気一番人気とかあるんですね。一番人気はですね、確かに短角とデコポンの大まさきという品種、これが、まあ、一番人気なんですけど、時期が今違うもんですから、数年通して人気があるのがこちらです。お、さつま揚げ。さつま揚げです。おおおおお。これはスタンダー地区のさつき鮮魚さんというところが作っているさつま揚げで、ここの海南端のさつま揚げとして私たちは宣伝しています。すごい、ずっしりしてますね。いろんな種類の漁師さんもご生産されてて、そこで自家揚げした魚を使って、ムロアジであったりカジキであったりとかですね、そういう白身系の魚を取ったのをそこで国産が調理してます。すごい。夫婦で。夫婦です。ですから南の国境から、まあ、遠方に行かれた方とかはすごく懐かしがって注文される方が多いです。魚の付け揚げを食べたい。食べたことありますか？魚の付け揚げないですね。うちから出してる商品ではないんですが、はいはい、こちらですね。ねじめ黄金カンパチです。これは漁協さんが出している商品なんですけど、うちでも鮮魚コーナーでは刺身にしたりとかして売ってます。もし注文される際は漁協さんの方に言ってください。確かになんか黄金に輝いてる感じ見えますよね。荒波にもまれてます。外海ですので、ねじめの向き合いがですね、そこで結構波にも回れて身が締まってくるんですね。すごくプリプリした、まあ、今こうやって持ってますけど、横に添えてるのが今が旬です。みかんではないです。ではないです。ではないんですね。ゆずじゃなくて。ゆずじゃないです。ケツカダイダイと言います。あ、あ、ケツカダイダイ。今が旬です。今なんですね。朝のヘツカ地区と内の裏のヘツカ地区両方あるんですけど、そこに昔から自生してた高山柑橘類です。には食べません。ただこの汁を楽しんでください。はあ、いつ使うんですかね。刺身にかけたらさっぱり仕上がります。焼酎にかけても美味しいです。いやー、たまらないですね。焼酎にちょっとこう一滴二滴垂らして最高です。後ほどまた召し上がってください。はい、お、思ったね。ありがとうございます。いやー、すいません。ありがとうございました。はい、いえいえ。まだ今後も、はい、南四町のことをよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。応援お願いします。ということで、皆さんとアンバサダーと行く南大隅編ということで、ちょっと一緒にいる時間っていうのはね、いろんな事情があって、なかったんですけど、実は今日時間の関係で一緒に行けなかったところをリポートしてきましたんで、はい、その映像をちょっと見ていただいた上でお土産を持ってきました。はい、ということで田中精肉店さん、はい、これも返礼品に入ってるんですけど、コロッケと
唐揚げと、餃子、これが結構有名で美味しいっていう、地元の方にも愛される。そこのまずはコロッケを、じゃじゃん、美味しそうですね。アスリートってあんまり揚げ物食べないって僕もそうだったんですけど、このコロッケはアスリートも食べられるコロッケだと僕は実況しております。ほら、このリアクション食べていただきましょう。衣がね、脂っこくない。この衣噛んだらすぐにこう、いやもうこれ以上食べてもらいましょう。じゃあコロッケにいただきます。食べていただきましょう。アスリートやっぱりこう揚げ物をね、なかなかこう食べれないっていうか、食べてしまうとね、はい、だけどこれは食べられる。うん、どう？美味しい。美味しいよね。衣がやっぱ、で中がぎっしり詰まってます。しかもこれ揚げたてではないですよね、実は。うん、先ほど買って持ってきたものですから。だけど冷めても美味しいってね。田中精肉店のコロッケ。美味しい。山口さくみが言うから間違いない。なんかさ、まるでじゃがいも。はい、じゃがいもポテトサラダを食べてる感じだね。子供から大人まで愛される意味が分かります。まだ終わりじゃないですか。はい、もう一つあります。唐揚げ、はい、この揚げ物もなかなかシーズン中、そうです、試合前特に食べないと思うんです。これもまた一人違うんです。一口食べたらもう、はい、またもうリアクションで分かりますから。田中精肉店の返礼品にも入ってる唐揚げになります。一口でいきます。うん、味が濃い。そうそう、一日以上特製のタレに漬け込んでるんです、だから味が中まで染み込んで。唐揚げとか僕ちっちゃい頃からあんまり好きな方じゃなかった。あ、そうなんだ。はい、揚げ物大好きって感じじゃなかった。お、これすごく美味しい。お、すごい。山口匠公認の唐揚げやりましたね、田中精肉店さん。皆さんぜひ山口市場を南大隅町田中精肉店に行って行かなくてもいいんですよ。返礼品でもらえるから。ああ。そう、皆さん頼んでしてしまえばこれ送られてきますから、あとは自分であげれば。はい、これはいいね、ありがとうございます。これはそれがユナサトの税ですから。はい、そしてそして今日お土産が多い、いろいろもらってるんですね。ほら、カンパチ、これはカンパチ、しかも黄金のカンパチ、手締め黄金カンパチ。刺身は好きですもんね。刺身は好きです。これをだから食べていただいて、また歯を出していただいて。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次は過去一アンバサダーでいろいろもらってるんじゃないですか。あ、出た、これ先ほどいただいた、はい、さつま揚げ。さつま揚げ、佐田岬でね作られてる、はい、佐田特産さつま揚げ、ご夫婦でされてるんでね、さっきお話でもありましたけど、一人じゃ絶対食べきれないよ。そうですね、はい、はい、ちょっと僕も後からお裾分けしてもらうから、いかがですか。これ何でしょう、皆さん覚えてます？吉川の復習、さっきねお父さんが言ってましたね、はい、さあ答えどうぞ。ケツカダイダイです。ケツカダイダイです。食べるっていうよりは絞る、絞って使いましょう。まさにこう味のアクセントになるものですから。はい、山口匠ばっかりじゃないですか、すごいね。これ一番楽しみです。一番だったらやっぱお魚好き。お魚好き。ああ、で先ほど南端市場でいただきます煮付け、はい、お魚好きみたいです。お魚好きです。もう唐揚げも言いましたけど、もう肉よりかは魚。だから温厚なんですよ、答え。スラッチとか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。煮付け。はい。落馬の方から返礼品に出されてるものをお土産としていただいたっていう。これ何ですか？大胆なゼリー。ゼリー、ゼリー。すごい。ケツカダイダイ。ケツカダイダイ入ってるね。ちなみにこうショコラ系とフルーツ系だったらどっちが？フルーツ系です。ああ、やっぱりフルーティーな男、はい、爽やかってことですよ。あとはこれじゃないですか、はい、ビール。これもヘッドカダイです。サンサンエール。サンサンエールは生きた方法が入ったクラフトビールです。それ何？みかん。みかん。これはアンカン。アンカン。また1個あります。ヘッドカダイです。顔出してきますね、はい、すごいね、クラフトビール、はい、ぜひ楽しんでください。そしてこちらはちゃん、僕は飲みかけですけど、これも返礼品入ってます。どうでした感想としては。南大隅という場所、まあ、場所が素晴らしいというのもあるんですけど、まあ、ね、まあ、先ほどたくさんいただいたんで、食べ物が本当にいろんなものがあって魅力のある街だな。そして人がやっぱ、あーね、鹿児島ね、暖かい人多いけど、はい、暖かい人多いよりね、
ちなみにお住み所の方は温かい方が多いです。はい、いやありがとうございます。さあということで、いろいろいただきましたけど、ここでね、食べてお別れもよかったんですけど、まあ、これはゆっくりまたご自宅で食べていただいて、良さを堪能していただいて、またよりこの南大隅町の魅力を届けていってもらえればと思います。ということで、今日ね、実は時間もいろいろあってますけど、ね、オープニング撮れてなかったんですよ。はい、はい、左だからこの動画スタートするボタンもあると思うので、はい、最後に一緒に平里アンバサダーとゆっくりのポーズをしてもらいましょうか。はい、はい、それではお別れします。お別れします、はい、さあということで、今日は山口選手と南大隅町を担当していただいて、魅力を届けさせていただきました。これからね、また魅力を届けるキャンペーンとして頑張ってください。頑張ります。はい、ということで以上、平里アンバサダーとでした。ありがとうございました。食べてください。